これはどうすればいいのか。10秒マリオ MSG アトモスフィアさんのコースですね。やっていきましょう。うん、うわ、死んだ多分来る、あ、違う、くるくるしていけるんじゃないかなと思うんだけど、それかしゃがむ、あ、いった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 、え、ちょっと間空いてるし、ふっ、オッケーオッケーオッケー、いけ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 、頑張れ頑張れ頑張れ、なるほど、6秒、あー気持ちいい気持ちいい花が吹っ飛んでる、花ちゃんの花が、大事な源、おー、クリアした。え、めっちゃ綺麗だったんじゃないおー、今回のクリアタイム997ですよ、997。10秒マリオかぶりマリオ、マサルさんのコース、かぶってかぶってかぶれなかった、蹴っちゃった。この蹴るときとかぶるときの違いがようわからんよね。行きましょう、かぶる。だから、なんでかぶってくれないんですか。超ギリギリに作られてる。ほっ、よし、ほっ、オッケー、もう一丁、よし、かぶってかぶって、ちゃんとかぶって叩いて、じゃんけんしてください。最後ジャンプか。最後何これ、なんでなんでなんで、どうして、いけ、ファイヤー取ってんのに間に合え、だから取ってんだけど、ねえ、それなんで間に合わないの、意味がわからない、間に合わない意味がわかりません。よし、なぜかメットが消える。よしよし、これ間に合うだろう、よっしゃー、あー、よかった、超ギリ、これも本当になんかギリギリっていうか、最低限の下ボタンじゃないとしゃがんじゃうから、それでスピードダウンしちゃうんだろうね。いやー、ようできてるわ、ナイス調整って感じありがとうございます。続きまして、ソラウダポさんのコース、10枚のコイン探し落下リフト編、こちらやっていきましょう。いや、だいぶ探すのが大変そうな気がしてならない。ほらね、どこに赤コインあるかな。そして時間が90秒、結構時間がない。あ、1個、1枚見っけ、あ、ここにもあるね、2枚目、 OKOKOK、 これリフトで隠してるね、いやらしいねさあ次左に行ってみようかな。さあどこら辺にちゃんとちゃんと集中して見て、よしよしよし、ここ3枚目、これで3枚か。やっぱり1つの画面には赤コインが5つ、 OK、 5つあった。待って、これで1回土管の方に戻ればいい気がする。土管ね、よし、ここに土管ある、はいはい。さあ次、待って、どこにある、あー、1個あったあったあった、うわー、ここ今見逃すとこだったな。ここもある、ちょっとね、リフトが重なってるとこ要注意だね。ここも重なってるけど、そんなないか。あー、待って、そこは無理じゃないか。ちょっと待って、やっぱり行くなら一発で行きたい、行くなら一発で行きたいから、僕は一回土管に戻るけど、土管どこだ、土管が、土管が、土管、待って、よし、オッケー、一回土管に戻ってやり直す。あんなとこにねコインがあるとは思わんですよ。だから一番右端のリフト、一番右端のリフト、これかな、これに乗って、あ、危ない、よし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 、オッケー、で左にどんどん行って、うっ、あー、タイムアップか、すっかり忘れてた。いやー、ちょっと待って、先にじゃあ土管の中に入っていこう。次4枚、あと左側か、あれ、これで5枚ある、もしかして。じゃあこの上にあった、5枚あった、あった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 わ、あれ、あ、やばいやばい、あ、やばい、まずいまずい、5枚あったのに、あー、ダメだー戻れなかった。よし、まずここに1枚、そんでここに2枚、ここに3枚で、4枚目の5枚目がこの上、よし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 、オッケー、入れ、ナイス、あれ、あったあったあった、6、7、よし、8、9、あ、大丈夫か大丈夫か、よし、10集まった、ナイス。そんで、あれ、ヒュッ、
るんだ。ちょっと綺麗に落ちたい。はい、じゃあもう中途半端。まあいや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 、いいでしょう。はい、10枚ゲットしました。アホノリさんのコース、3つのルートを探せ。はい、3つちゃちゃんと探していきましょう。よろしくお願いいたします。1つ、あー待って、なんかもうなんかルートに迷い込んだぞ。これいくつ目のコースだ。待って、ここら辺に孔明さん隠しブロックがあることを気にしないっていけなかった。多分この上に1つ目のルートがあるんでしょうね。これもう2つ目3つ目、ハードコースな気がする。大丈夫か、ちょっと待って、危なくなかった。ダメだった。うまく避けてる。よし、こっち行っちゃおう。ここが3つ目かな、わかんない、もう2つ目か3つ目か1つ目なのかよくわかんないけど、おっこ中間。そしてクッパジュニアの声が聞こえる。はいはい、よし待って、よし、オッケー、はいはい、クッパジュニアはもう軽く倒しちゃいましょう。ナイス、いいや、チビになっちゃったけどいいでしょう。鍵を使って、あ、右隣じゃない、ここはどこだ。クッパジュニアまた再びでっかくなっちゃったのね、あなた。よし、大丈夫、でっかくなっても気にしない。でもちゃちゃいと倒しちゃいましょう。はい、右に左に行ったり来たり、ラジバンダリ、オッケー。あともう一丁だっけ、このマリオってなんでさ、こう3回敵を倒せばいいみたいな流れができてるんだろう。待って、怖い、よしオッケー。さあ次はどこへ行く。そこ、ファイヤーさんをゲットしてこちらへ。おお、なんか、おお、今度はなんかちっちゃいクッパ、ちっちゃいクッパってこれが通常サイズなんだけど、ちょっともうこれはファイヤーで倒しちゃう。ファイヤーで、よし、楽勝ですよ。なあ、ゴールだったのに。よし、クッパ倒せた。じゃあ今度は慎重に行こう。ここにある、よし、ここはあったね。いやでもこっからはさ、意外と逆にジャンプできない気がするから、ふっ、よし、行った、ナイス、オッケー。これがでも一つ目のルートですもんね。まだ残り2つあります。ふっ、いやー地味に足りないんだよな、さっきから。お、なんか見っけた。足りるのかな、いけるのかな。あ、もう一個あった、いけるでしょう。ふっ、くるっくるっくるっ、オッケー、見つけましたよ、上ルート。あ、ちょっと待って、普通に入っちゃった、ごめん。何が出るのか見たかったよね、みんなね。さあ何が出るかな。あ、コインでしたね、普通に。はい、この大砲地帯を抜けた後に、よいしょ、危ない、こっち側だよね、こっち側、そう、さっき行かなかったの、こっち側。よし、ファイヤーさんが出てくれた、連打。さあクリボーさんも倒していこう。連打、なんか集まってる、楽しそうだね。よしオッケー、連打、オッケー、これでいいでしょう。もうこれでゴール、そんなはずありそう。ちょっと待って、何、コインしかないんだけど、地面ないんだけど、ちょっと待って、 P スイッチがどっかにあるのかな。 P スイッチを探せ。あった。いやー、これはわからんわ。いやまあいいでしょ、これでゴールへ行けるかな。 OK、 よーし、 OK、 ナイスゴール。これが3つ目のルートでしたね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さんが作ったコースまだまだ募集しております。動画概要欄に募集用動画の、URL 貼っておりますので、そちらからコメントよろしくお願いいたします。ということでコーダでした。次回のマリオメーカーの実況も楽しみにお待ちくださいませ。ではまたね、グッバイチャー。行こう、ひょっ、起きた、これで戻って、ここにカジュアル戻って、最後戻って、よしここねまだ成功しないで。多分でもね、いるはず。よし、いった。オッケー。